皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。今この食の安全の問題について先週もお話をしましたが、先週の農水省からの答弁、参議院の地方創生消費者問題特別委員会でのその農水省の答弁についてが、私が質問したということで、この有機食品が給食活用もということで、この緑戦略で農水省検討という、見出しの日本農業新聞の記事が先週の15日土曜日に載っておりました。で、私も日本農業新聞は取っているんですが、ちょっと土曜日ということもあって見ていなかったんですが、その記事で見たよという方から教えていただいて、この記事を今切り抜いて皆さんにもこの、ちょっと見ていただこうと思って持ってまいりました。あれ、焦点が合わないな。まあいいか、はい、こんな感じで載っておりますので、はい、よろしくお願いします。緑の、戦略ということで、緑の食料システム戦略ということで、この今、農水省が、発表したばかりのこのことについても、おとといの農水委員会でも質疑が行われたということで新聞に載っております。そういう意味でやっぱりこの問題についてはですね、やっぱりこの引き続きこういった今の農水省のやろうとしていることと、やっぱり現場で頑張っている人たちの、特にこの有機農業をこれまで進めてきた人たちの技術はとても高いというところで、既存の技術をもっと活用していくための横展開をしていくということを、これをですね、今回答弁でもしっかりしてもらいましたので、ぜひそういったことのためにですね、やっぱりもっと予算を使っていけるように、この有機農業のさらなる拡大のために、これをぜひ推し進めていきたいというふうに思っております。そしてまた食の安全議員連盟というのが、私たちが作ってきた議員連盟がありますので、その活動をまた来月にまた向けてしっかり取り組みを進めていきたいと思っています。特にゲノム編集食品ですとか、そういったそのバイオ製品についてですね、やっぱ本当これからですね、本当にもっと私たちが安全に使えるようにしていく、それはもっと限られたところでまずは試験をしていくということをしなければいけないわけですが、日本の場合にはこのゲノム編集の、食品をですね、ばらまいてしまうというようなことで、本当にこれは本来であればですね、限られたところで、生産して研究して、それを使用してみて、それで、試していくということがまず最初の技術としては必要なところなんですけれども、こういったものが流布されてしまう、まかれてしまうっていうか、それがばらまかれてしまうということになると、結局それは管理できなくなっていくということで、なし崩し的に広がっていってしまうということが、やっぱ本当に恐れていることです。で、そういったことをやっぱりやってしまおうとしているのが今の現状ですので、これも何かしらの歯止めを、一応かけておかなければいけないんじゃないかというふうに思っております。そして、そのゲノム編集食品かどうか、遺伝子組み換えの食品と同じようにですね、これ表示のしっかりできるようにしていくっていうことが大事だと思いますし、そういったことをやっぱ通して、特に今遺伝子組み換え食品の表示もですね、これも難しくなってくるということが言われていますので、それについてもしっかりこの政府、特に消費者庁ですとか、厚労省、農水省、環境省、そういったところも連携するように、しっかりとこのゲノム編集食品と合わせて遺伝子組み換え食品の表示ができなくなるという問題についても、しっかりこれ取り組んでいきたいと思っています。特に食品表示、食品表示については消費者庁ということで、消費者庁にしっかりとこの問題についても取り組んでいただけるように、これから働きかけを進めていきたいと思っています。ぜひ皆さんにもこの食の安全をめぐる問題についてはまだまだ私たちこれからも取り組んでいきますので、引き続きこのご支援のほどよろしくお願いいたします。今日も見ていただきましてありがとうございました。今後とも食の安全のために全力で頑張ってまいります。